フガニスタンで銃撃されて死亡した医師の中村哲さんの遺体が8日、成田空港に到着しました。中村哲さんの棺は白い布で覆われ、航空会社の関係者が機内で花束を添えた後、ゆっくりと駐機場へ降ろされました。ロビーには在日アフガン人約60人が、感謝と謝罪の気持ちを伝えたいと、花束や中村哲さんの写真を手に集まり、死を悼みました。横断幕には、あなたは私たちのヒーローです。守れなくて申し訳ない。ご冥福をお祈りいたします。などといったメッセージが記されていました。モハバット大使は取材に、守れなくて、こういう結果になって残念で、お悔やみ申し上げます。アフガン人はみんな中村先生のことを愛していたので、みんな泣いている。アフガン人それぞれの心に英雄として永遠に残るでしょう。と話したとのことです。この話題に、海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。日本の英雄が帰国したぞ。お帰りなさい。安らかに眠れますように。安らかに眠れ。それにしても、一体誰が人々を助けていた医師の命を。彼は標的にされていた。行く前から警告されていた。アフガニスタンのことはアフガン人に任せておこう。悲しいかな。餌をくれる人の手を噛むくらいアフガン人は暴力的だと知っているはず。誰がこのような残虐行為を行ったのか本当に知りたい。もちろんタリバンは否定する。標的を間違えたのか、もしくは認めてしまうことは彼らにとって悪い PR になる。本当に残念だ。遺族にお悔やみ申し上げます。自らの仕事に人生を捧げた一子、安らかにお眠りください。本物の英雄、ドクター中村はこれからも生き続ける。我々の心の中で生きている。ドクター中村は日本では普通の人だが、アフガニスタンでは英雄だ。安らかに眠れ。世界は英雄を失った。善意を持った日本人が異国で命を落とすのを見るのはもううんざり。中村医師を愛している。アフガニスタンの人々はあなたのことを忘れない。縁の下の力持ち。彼の魂が安らかに眠れますように。腐った汚い魂を持つ連中が彼を襲った。リスペクト。ドクター、どうぞゆっくりとお休みになってください。お帰りなさい。あなたはこれからゆっくりと休むに値する人だ。その業績には目を見張るものがある。そしてこれからも永遠に語り継がれていく。彼の魂は永遠に我々の心の中にあります。日本に戻られたのですね。お帰りなさい。どうかミスター中村の骨の一部をアフガンの土地や川に散骨してもらえないだろうか。ミスター中村はそれだけアフガン人にとっての英雄なんだよ。もう一度アフガニスタンを訪れてほしいんだ。なぜ日本がムスリムたちを国に入れないのか、この写真を見れば理解できる。日本には10万人以上のムスリムが暮らしているんだが、モスクも4つかそれ以上、ハラール専用の土地区上、無数のムスリム専門店やムスリムが経営するビジネスが存在してる。そして彼らは平和的に生活を営んでる。日本生まれの日本育ちなムスリムだってたくさんいる。こんな素晴らしい意志を殺すとか、
無意味かつ残忍な犯行に及んだ輩は一体誰なんだ？真の英雄が臆病者たちによって殺された。その通りだ。偉大なことをやってのけた素晴らしい人物よ、安らかに。長きにわたってアフガニスタンの灌漑事業を引っ張ってきた中村。それに対するアフガン人のお礼がこれかよ。とんでもない話だ。アフガン人ってのは元から暴力的な上に飼い主の手を噛むような連中だからな。どうぞゆっくり休んでください。しかし人々のために人生を尽くした医師を殺す輩って一体？邪悪の極致だ。彼は元からターゲットにはされていた。そのことについて警告もされていた。もう行かない方がいいってね。そもそもあんな場所に行くこと自体が馬鹿げてるわ。前に彼の人道支援を追うドキュメンタリー番組を見たよ。彼自身身の危険については重々承知していた。でも彼は灌漑事業に対してそのリスクを取るだけの価値が十分にあるとも考えていたんだ。自分も彼同様それだけの価値はあったと思ってる。てか世界はアフガニスタンみたいな邪悪な国家を助けるべきじゃないと思う。アメリカなんてかれこれ20年近く兵士を送り込んでタリバンと戦い続けてるが、無数の人間が命を落とすだけで未だに何も変わってない。我々アメリカがアフガニスタンを破壊し、それを日本人が復興させ、そしてその日本人がアフガン人から殺される。なんだかな。困っている地域に手を差し伸べる。いい人だったんだね。素晴らしい人だ。日本にもありがとうと言いたい。以上が海外の反応です。亡くなった中村哲さんを出迎えた日本に住んで約20年になる免罪されムハマドさんは、私たちは中村先生の命を守れなかった。遺族と日本人に申し訳ない。ごめんなさい。先生のおかげで多くのアフガン人が助けられた。先生みたいな人はいない、と感謝の思いを繰り返したとのことです。コメントにもありましたが、中村哲さんはアフガニスタン人にとって本物の英雄ですね。中村哲さんはアフガン人の心に英雄としてずっとずっと永遠に生き続けるのではないでしょうか。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。